刻んでいこうぜ、アバラシャミ線。いつも通りつまんない挨拶が決まったんですけども、言わなくても分かると思うんですけど、痛い、咳がやばい。この状況いつからと言いますと、1ヶ月前からずっとこの状況が続いてまして、いい加減きつすぎるのと、なんでね今回動画回したかというと、これ咳しすぎてワンチャンあばらいってる、咳であばらにひび入ることなんてめちゃくちゃあるらしくて、とうとうね言ってる説。痛い。今ね、これ触るだけ痛いから。まあ、なんで、今日は、病院に行って自分がどういう状態なのか、あとま、レントゲン、ま、撮って、あばらが折れてるかどうか見れるのか、そこまでをね、動画で皆さんと共有していきたいと思います。でもね、練習はめっちゃできてるのよ。この状態で昨日も、タケと21キロ、ハーフ、76分20ぐらいで走ったからね、セカンドベストです。あばらで行きましょう。参りましょう。おはようございます。病院に行って、数日が経った今日ですね。今相方の家に向かってるんですけども、そこで結果を皆様と相方に伝えて、今後の動きを考えていくっていう流れになります。ダッシュで行こうぜ。おはようございます。おはよう。オープニングで説明した通りのことを、まあ周辺にも言ったと思うんだけど、病院に行ってきました。で、レントゲン取って、結果から言いますと、骨に異常はありませんでした。病院行ってから今数日経ってるんですけど、薬と吸引器ピシッってなるやつね、だいぶ咳は収まってるんですが、まだねあばらはね痛いままなんだよね。医者からも気になる言葉があって、このレントゲン自体に異常はないけど、咳骨折っていうのはポキッて折れるっていうよりかはひびから始まるみたいな。ひびだとレントゲンだと取り切れないらしい。咳が収まるとあばらの痛みもおのずと引いてきます。それでも引かない場合はひびが入ってるかもしれません、っては言われたので、現状病院行って咳が収まって1週間ぐらい経ってるのかな。あばら痛いです今2日間走るのやめてます。現在 何日だ12月23日、21、22、まあ、ちょっと走るのをやめてる状態でして、21俺としてそうだったそうだった。どうぞ次あれなんで、ちょっと走ったように入るね。5分半10キロ走ったうち入るやろまあまあそうかっていう状態なんで、半休したらまだ若干痛いけど走れるかなぐらいにはなりました。1週間切ってるからね、あと6日よ今日入れてやばい。なんか起きるんですよやっぱり。あばらを痛めながら咳込みながら竹の煽り動画編集してたの、自信満々にこう言ってるわけじゃん。編集してる俺はうわやばいみたいな、こんなお口叩いてるよとかおお、しんどかった。1週間前なので、ね、今までよしきとしっかり練習できてるから、この1週間で急激にどうこうなるんじゃないと思うから、できるだけできるだけ痛みを抑えるような動きしてって、少しでもポジティブな感じで、そのレースに挑めるようにしてほしいなっていうところがあるんで、そうだね。まあ無理しないでくださいね。あと明日3キロのレースがあるので。そうです、明日なんと第4回か5回ぐらい。楽しみにしてねー。すごく。マックスじゃないけど、短距離なんで、スピードをこう出した長距離走行をやるので、まあ、そこで、明日ある程度スピードを出して走れるんだったら、大丈夫なんじゃねえかなって思ってる。まあ、この動画は、MRI を撮って、こういう現状でした。本番頑張りますっていうところまでかな。ダッシュで行こうぜ。当日です。だいぶね、走んないと良くなるね。だいぶ痛くない。なんかやんないとここまで痛みが荒くんだっていう感覚なので、まあ、折れてないのかもしれないね、まあ、とりあえず確認の意味も込めてちょっと走ってはくるんですけど、昨日9分40とか言ったけどちょっとねコースがぐちゃぐちゃっとしてるので、9分50ぐらいでもいいかな。ああまあそれは全然、目標高くしすぎて走りの確認ができなくなるのも嫌なので、そこまでこう欲張らず、ただ今出せるスピードを出しながらちゃんと確認もできる自分のこう余裕のある中で走れたらなと思います、じゃあもう本番か。そうだね、ちょっとアップ行ってくるわ。はいはい、しっかりやな、結果と感覚を伝えていきたいと思います。いってらっしゃい。はい、行きましょう、参りましょう。ダッシュで行こうぜ。始まったー。蛍光イエローを探せ。蛍光イエローを探せ。いつも恒例のね、お兄さんのアルティメットスタートは今回ありませんけれども、今回ヨシキがビッグで、もうみんなチームでね頑張っていくというところになってます。さあどのくらいで帰ってくるでしょうか。頑張れヨシキ。もうすごいコースだなどういうこの一周なんなんこれ。現在前から10番目ぐらいか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、9番目。さあ頑張れ。
さん、あばらを確認チャレンジ、いってらっしゃい。ヨシキが3番、4番手、5番手ぐらい、すごい、はい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 、いい感じそういい感じが入ってきてます。悪くないんで5番目か、ほぼ先頭争いですね。このコースがきつい、頑張れ頑張れコースきついね。いよ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 、これきついな。それとか遅い人だったらまだいいけどさ、この厳しいコースで吉田からお兄さんに、はい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 、ナイスラン、まだか、頑張れお兄さん、無理しないで、無理しないで、はい、いってらっしゃい。さあさあ、ちょっと吉木さんのとこ行ってみましょうか。935ぐらい、935、速くない？むちゃくちゃなコースですやばいよねいやでもお前帰ってきた時、だからあそこで U ターンした時笑っちゃったもん、おっと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 みたいな3、4回、5回ぐらい止まったでしょ。エンジンをゼロにしてもう1回100にするのが4回くらいあったんで、まあその中でこのタイムとこの動きは、まあどうなん、全然痛くなかった、まあ、いや全然痛くない嘘だけど、例えばこれで折れてたとしても本番もこの痛みだったら、まあ問題はないかなとは思いますラップタイム出しといて、すごいいいラップできたから、マジでエグい、安定3分13、3分12、3分9 安定感の YOSHIKI、 めちゃくちゃ安定してた今日今日のシューズ、今日もニューバランスで、どんぐらいで押してくるの、50入ってみて、うん、3分50ぐらいで、わあめっちゃいくじゃん。じゃあ周平の 2.5 キロのラップタイム楽しみにしてるわ。あのアベレージをちょっと収録しててください。はい、ダッシュで行こうぜ、頑張る TKD、 いいいいリズム、いいリズム、もうちょいで半分だよ、いいね、3分42、あーいいね、3分40で押してるって、頑張れ、ラスト何歩だ、ラスト400ぐらいですね今。最後までめちゃくちゃいいピッチで走ってます。長距離が苦手だった武田はどこ行ったって感じの、ちゃんと走り切れてる。やっぱフルマラソン2回走った短距離選手はちげえわ、うん、このリズムよ、この走り切ったこの、めちゃくちゃ綺麗じゃないこれ、バカ綺麗、バカ綺麗もうあの短距離選手じゃないかもしれない、頑張れ、いいぞいいぞ、行けていこうよ、ラスト、ラスト30、ラスト30、めっちゃ優勝してないよ、区間賞みたいな、区間賞ではないです、素晴らしい、お疲れ、いやダメだった、くっそ、待って、あんないい走りして悔しがってます2キロ、4分かかっちゃったんですよね、長距離楽しむなって3分43、4分0、避けたつもりなかったんだけどね、すごい、あの長距離の強豪校の監督と選手みたいな9分20、負けたー、9分40よかった、悔しい、うちのチームのアンカー、絶対うちのチームが一番強そうだった、高飛び高飛び短距離短距離長距離上げてきてる、なんかあれみたいルーキーズのルーキーズ寄せ集めみたいダッシュで行こうぜ、お疲れ様でした、お疲れ様でした、ちょっと落ち着きまして今エンディングを撮ってるというところでございます、はい、でで8位入賞です、これなんと念願の8位入賞ということで、長距離選手ヨシキしかいないチームで勝ち取った8番、はい、やりきったやりきったということで、ヨシキさんのタイムが9.35です、9.35、はい、で僕手元だと9分40切るぐらい、走りもよかった、あばら、あばら、あばらもね、大丈夫でした今日は、本当にこれで明日 MRI 取ってくるんですけど、これで折れてたとしても、まあ本番この痛みだったら走れるかな、多分大丈夫
多分。とりあえず明日 MRI。 そうだね。でこの動画はあれだから、カノスでも今日の3000の内容でもなく、折れてるか折れてないかが重要の重要な動画ですからね。じゃあそれでは明日行ってらっしゃい。はい、お疲れでした。行ってきます。駅伝から次の場面かな。病院で結果を聞いてきました。まあ単刀直入にめっちゃわかりやすく言いますと、骨折でした。あばらが1本だけじゃなくてなんか2本折れてたっぽくて、先生からはもうもちろんマラソンは出ないようにって言われたんですけども、ここにボンとまあ1週間のメニューを貼りますと。あばらが折れた状態でもこれやれてたんで、一応出る方向では、います。みんなもこれでさ、医者に言われたから棄権しますって言っても納得しないでしょ。それはね、その辺の温度感はちょっとコメント欄でも、まあ判断はしようかなって思うんですけども、現時点では、出る方向で進ませていただきたいと思います。日本折れた状態で走るっていうのも、まあ、やばいなって思うんですけども、その感覚以上に痛みはそこまでないんですよ。なんで、まあ変わらず、練習できてるっていうのには変わりないし、そんな問題ないと思います。呼吸ができないぐらい、それは大問題か。深呼吸ができないぐらいなんで、そんな影響ないと思います。できること全部やって本番に向かいたいと思います。あんだけね煽り動画作ったんで、まあ、毎年煽り動画見てる人はね、まあ、ネタってわかると思うんですけど、10万人突破して今年から見出したっていう人もね結構いたり、5年前からの煽り動画なんて全部見てる人なんてほとんどいないと思うので、ほぼほぼああやって大口を切った状態になってるわけですよ。そんなんでね、こんなね骨折ごときでね簡単に棄権しますなんて言えないよね。あんだけ言っちゃったら出るしかないよ。命をかけた戦いです。まあそんな感じで皆さん応援してください。頑張ります。頑張って、今年のヨシキはちげえぞと、今年のヨシキやっぱ強かったなってこう言わせて2023年を締めくくりたいと思いますっていうね。どうでした？本当は骨折してませんでした、頑張りますっていうね、ただのサムネの釣り動画にしたかったんですけど、今回は釣りじゃなくて本当に折れてたっていう、動画でした。ということで皆さん、またお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。